RQ-2 パイオニア RQ-2BRQ-2 パイオニアはアメリカ合衆国の RE コーポレーションとイスラエルの IAI マスラットビモンが共同開発した軍用の無人航空機である。アメリカ海軍及び海兵隊で運用されている。アメリカ海軍は1986年から配備を開始し、はじめは戦艦の射撃観測用として運用されていたが、 現在では偵察、観測、捜索救難、心理作戦など様々な任務に使用されている。アメリカ海兵隊は1987年に配備を開始した。離陸の方法は、艦船の場合ロケット補助推進離陸、陸上の場合車載のカタパルトもしくは滑走して行う。任務終了後は、大型のネットを使って回収される。75ポンドのペイロードがあり。 5時間の飛行が可能である。機体下には、エオ・ IR センサーが搭載されており、撮影したアナログビデオ映像を c ンドロースデータリンクにより、リアルタイムで地上に送信することができる。アメリカ海軍は旧式化したパイオニアの後継として、ノースロップグラマン製のヘリコプター型 UAV である MQ-8 ファイアスカウトを選定している。 ファイアスカウトは2002年に初飛行したが、実戦配備には時間がかかるとして、パイオニアからの更新は2015年以降になるとされている。海兵隊のパイオニアは2007年頃から、RE コーポレーションで開発された RQ-7。 シャドウに更新されている。イスラエル国防軍は1970年代末期までにリアルタイムで映像を配信可能な近代的な軍用無人航空機としてタディラン・マスティフ・ IAI スカウトを実用化していた。1982年のガリラヤの平和作戦では北部のベッカー高原におけるシリア軍の地対空ミサイルサイト制圧作戦である。 モールクリケット19作戦においてスカウト及びマスティフを投入し28機の地対空ミサイルサイトの発見及び破壊に成功した。この戦果によってイスラエル製偵察用無人航空機の有用性が証明されアメリカ軍の興味を引くこととなった。1983年にアメリカ軍がレバノンに駐留して以降はその傾向が顕著となり1984年に アメリカ海軍は無人偵察機開発の要求仕様の提示を行った。この要求に対してスカウトを開発した IAI とマスティフを開発したタディラン電子工業、それぞれの無人機開発チームは協力して応じる。こととし、IAI の無人航空機開発専門の部門としてマスラットが誕生した。またアメリカ軍は純粋な外国製の兵器導入には消極的であったため、 新型機の開発には、アメリカの航空機関連企業である RI、コーポレーションとの共同開発という形が取られることとなった。このような経緯でマスラットと RI コーポレーションにより共同開発されたパイオニアは、アメリカ軍の選定テストに合格し、1986年より RQ-2 パイオニアとして、アメリカ海軍への部隊配備が行われることとなったのである。 1991年の湾岸戦争で、戦艦、ミズーリが行ったファイラカ島への艦砲射撃後、本機が戦艦、ウィスコンシンから発信し、投降するイラク兵を映し出したことは有名である。湾岸戦争後もボスニア、コソボ、イラク等で使用された。RQ-2A 最初の量産型。RQ-2BRQ-2A が、 湾岸戦争で一定の評価を受けたことを受け、r 9 2 a の運用寿命を2000年代まで伸ばす目的での回収作業が1994年頃に承認され、1999年頃までには回収が完了した。r 9 2 a のアナログ電子機器がデジタル機器に置き換えられるなどの回収がなされている。RQ-2C アメリカ海軍が 後継機種として選定した MQ-8 ファイアスカウトの初期戦闘能力獲得に時間がかかると考えられたことから2000年代に入って行われた改修でエンジンの変更などが行われている。アメリカ合衆国、属、戦国自衛隊戦国時代へタイムスリップしたアメリカ海兵隊の装備として登場。大阪の陣にて使用され、ワスプ級強襲揚陸艦、 SX から発艦し、搭載するレーザー目標指示装置で M198-155mm 榴弾砲から発射される M712 カッパーヘッドを誘導する。ありがとうございます。